ここは現代ウパ。マクアヌの中央広場に行けばいいんだな。よう少年、実はちょっと面倒なことが起きてね。今アカシャ版がどうなっているか知っているか？外見だけはそれらしく取り繕っているが、中身のデータはめちゃくちゃだ。アウラ消滅と同時に管理施設としての機能はほぼ全滅。復旧の目処すら立たない状態だったんだ。だった？昨夜未明、アカシャ版内部に CC 社が設置した覚えのない回廊が出現した。内部の調査をしようにも、モニターなどのデータ的な干渉を一切受け付けないらしい。つまり回廊を調べるには誰かが直接内部に入って見て回るしか手がないってことだ。その仕事がうちに回ってきたわけだが、人手が足りなくてな。で、お前さんのことを思い出したわけ。まんざら他人でもなし、いいだろ。いいよな。よろしく頼むわ。じゃな。あ、ちょっと待て。なんだ？まさかその調査全部俺にやれってことじゃないよな。あんたも一緒にアカシャ版に入るんだよな。下打ちした。当たり前じゃないの。俺も一緒に行くよ、もちろん。サボるつもりなんてなかったよ。アメちゃんうまい。舌打ちごまかすためにアメ舐めてること強調してる。まあいいや、ちょっと不安だけど、マクアヌのアカシャ版に行こう。さて少年、アカシャ版の中に入る用意はいいか？俺はいいけど、そっちは？オチの論だよ。準備は万端。ん？あれ？俺、ガスの元栓切ったっけ？知らないよ！不安なら見てこいよ！いや、待てよ。大丈夫。切ったはず。ああ、問題ないはずだよ。不安だ。どうでもいいけど。とにかく、アカシャ版の中に入ろう。面倒だね。ま、仕方ないか。アカシャ版の内部だ。特におかしなところはなさそうだけど。だといいんだけどね。まずはこの先がどこに通じているのかを調べてみようか。そういえば他のシックザールのメンバーは今どうしてるんだ？ん？おかげさまで全員そこそこつつがなく元気にやってるよ。トロンメルとポザオネはもう完全に回復してる。つい先日退院した。クラリネッテとチェロはお前さんとこのグランホエールにちょいちょいお邪魔してるよな。オルゲルはまだ入院中だ。戦闘のダメージよりもバーサークプログラムの後遺症がひどい。だいぶ良くなってはいるが、
前回まではもう少し時間が必要だな。ま、メトロノームと同室だからな。お互い退屈はしないだろ。なんだ？なんか落ちているぞ。なんだこれ？どうやら使用外のアイテムのようだな。ん？まだ奥に行けるか？行き止まり。いや違う、これはこんなところに記憶の泉があるぞ。フリューゲル、これって。ああ、CC 社がこさえたものじゃないね。機能していないようだが。ここから先には行けないな。一旦タウンに戻ろう。お前さんがあそこで手に入れたアイテム、預からせてくれないか。調べてみたいんでね。この間はお前さんに手伝ってもらった件だが、アイテムの分析が終わった。受け取りな。これは？そいつを使えば赤書版の奥にあったあの記憶の泉が起動するはずだ。じゃあな、あとは頼んだぜとか言うんじゃないだろうな。いや、俺ももちろん行くよ。なんかお前さん、うちのチェロみたいになってきたな。マクアヌの赤シャバンに行こう。なあ、そういえばチェロから教えてもらったんだけど。ん？フリューゲルって医学者なんだよな。それなのにどうして CC 社に雇われてハッカーをしているんだ？うん。ん？ああ、不景気でね。仕事のより好みはできないんだよ。ほんと、お金をいただくのも大変なんだから。俺のことなんかより、そっちはどうよ。ん？とぼけなさんなって。天城博士の妹さんとはよろしくやってる？手とかもう握っちゃったりした？どの程度進んでんの？なんだよ急に。そんなのどうでもいいだろ。ヤブヘビだった。大聖堂はいいとして、今はいつの時代なんだろう。そこ、サインがない。ということは、初期のリビジョン2か、それ以前の大聖堂だな。あるいは、もっと古い時代かもな。あ、ほんとだ！シノが PK された時のサインがない！崩壊した赤シャバン内部が、いつの間にか復帰して、その奥の記憶の泉は過去の大聖堂につながっていた。問題はこいつが単なる時間データのトラブルか、それとも
何かの意思かってことだが。待ちなよ、落ち着きなって。お前さんがアウラの洗脳を解いたんじゃないか。ってことはだ、彼らも元に戻っている。あ、本当だ、敵意はなさそうだ。ん、なんか俺に渡そうとしてる。これって。トライエッジたちが俺にアドレスを。なるほどね、このダンジョンは女神アウラの意志か。ブリューゲル！ああ！2020年に戻ってきてる。自動的に転送されたのか。やれやれ、詳細に関してはもう少し調査が必要だが、まあ報告書を書くには十分だな。少年、助かったよ。トライエッジたちが仲間になるなんて頼もしいような、ちょっと怖いような。とりあえずグランホエールに戻ろう。